はい、1月25日月曜日、日本証券新聞一面ファーストビューです。本日も日本証券新聞の、夕方に発行される新聞、一面紙面の構成案をですね、新聞発行前に、ご紹介する番組となります。日本証券新聞テクニカルアナリスト伊藤がお伝えいたします。本日前場の状況ですと、日経平均は135円高28,767円と、かなり堅調な展開となっております。こういった中で、本日の、一面紙面の構成ですけども、こちらのような形です。トップは何といっても東芝ですね。東芝一部指定ということです。まあ、2部陥落後の一部指定というのは、過去にはオリコそしてシャープについて、3件目となりますね。シャープに続いて2件目の日経平均の返り咲きはあるのかというところでも注目がされます。当然一部指定ということになりますとトピックスの参入ということもありますので、まあ、ここに対してどれくらいの買いが入ってくるのかというところも注目されようかと思います。このあたりをですね、まあ、先行しました本日の前場東芝の方は457円高、3420円、なんと 15% 高と、まあ、チャート上でもかなり大きく、まあ、ギャップアップの展開となっておりますね。先回りしての買いというのも、かなり入ってきているようです。まあ、ここをですね、まあ、周りの余波どのぐらいあるのかというところで、記事にまとめます。続きまして、準トップですけども、こちらではやはり注目されておるワクチン関連、まあ、今2月下旬をめどに、まあ、ワクチン接種へというところで政府の方でも動いております。ここに関連しましてパナソニック、シャープ、武田、ツインバード、こういった銘柄が動いておりますのでこのあたりを取り上げて記事となります。そしてサイドの方はですね、M&A 市場の振り返りと展望というところで、記事が入ります。あとはですね半導体関連株、特にですね今日の上昇などもそうなんですが、半導体関連というところは、大きく銘柄が動いておりまして、今日日本マイクロニクス6871ですね、ここも、上昇しておりますね。前引け段階ですと150円高の1659円、9.94% というところで、かなりの情報、ま、あのチャート上も上に離れたという展開ですね。まあ、ここはウエハー検査の半導体機器ですとか半導体の検査装置が主力となっておりますけども、車載向けというところで、まあ、強みを持つ、まあ、ルネサスですとかルネサスエレクトロニクス、まあ、あとは半導体検査用の、まあ、日本マイクロニクス、こういったところにも注目が集まっております。ぜひご参考いただければと思います。あとはですね MSCI ジャパンの構成銘柄、まあ、ここが注目されるところですね。大和証券の木之内さん の解説にもありましたけども、明日26日の IMF の世界経済見通し、まあ、ここで日本がですね情報修正されそうというところでして、これを期待して、外国人買いも見直し買いというのも見込まれるという展開ですね。まあ、MSCI モルガンスタンレーキャピタルインターナショナル、ここの構成比率でですねトピックスの構成比率よりも高い銘柄、まあ、アウトパフォームが期待できるのではないかというところで、記事を、まとめます。まあ、新聞の構成案はこういった形となっております。前場段階でもですねかなりこう日経平均の方もしっかり、そしてトピックスの方もですね、堅調な展開、新興市場の方もしっかりとした展開となっております。現在のデジタル版の方を、見てみますとこういう状況ですね。はい、まあ、午前の状況ですとか、まあ、先んじてこちらの方にですね、早く記事が入りますのでぜひこちらもご注目いただければと思います。以上本日の一面ファーストビューでした。